行け。どうだ、まずは行った。うおうおおおお、いつもの時間に楽しさを争点です。今回はですね、もう見てわかる通り、もう当てる気満々ですよ。ごく猫祭。いや、来ましたよ。ようやく来ました。なんか遅かった気がするんですけど、まあそんなことはないよね。それは自分の感覚がちょっとおかしいだけなんですけど、ようやく来ましたよ、ごく猫祭。いや、自分はですね、今レアチケが14枚で、猫缶がまあ10連引ける量溜まってるので、計25回かな、25回引くことができるんですよ。いやー、もうね、もう無課金の自分からしてはですね、もうごく猫祭は頼みの綱でしかない。頼むから出てほしい、頼むから出てきてほしい、頼むよ、そろそろお願いだから出てきて。まあでもダルターニャ持ってるからね、動画で前ダルターニャ当ててるから、まあ結構ね満足はしちゃってるんですけど、やはりねお金も欲しいよね、ということでね引いていきたいんですが、まああの一応ね、あのこのニャンコスクラッチがあるので、まあこれも一応引こうかな。さあここでまあ一等当ててですね、あのもういい感じのペースであのレアガチャにも行きたい。動画では真ん中行って、で右も行ってるかな、あれどうだったっけな、わかんないけど、左はやったことない、左で行く。大丈夫かこれ。幸先ちょっと悪いんじゃないか。3等ですか。まあ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 、いや本命はこっちなんでね、本命はこっちなんで、頼みますよ、頼みますよ、出てよ。できればキャスリー神玉が出てほしいけど、まあ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 、まだ25回あるんでね、ういまだ気が楽ですよ。来い、バーベル。一番初め、記念すべき初めは猫バーベル。ほう、なるほどね。あ、まあレアじゃないから。あ、なるほど、福引きチケットもらえるんだ、ありがたいね。いけ、確定演出は来ない。ちょっと微妙ですね。なんだっけ、猫バサミか、猫バサミか。いけ。あとそういえばですね、自分あの MP がね、全然なくて困ってるんですよね。とうとうゼロになっちゃったので、ちょっと経験値とかに振るんじゃなくて、もうね、あの MP とかに振ってった方がいいかなと思ってきたりしてるんですよね、最近。大丈夫かこれ。行ってこい。超撃、せめて、おっと、出たけど、ちょっと、ウィンディーですか。って感じですね。これは、自分が2本目に出した動画でも当てたような気がするな、これ。なんかそんなんだったような気がする。ウィンディーか。まあまあまあ、でも、超撃出たから意外といいよ、幸先が。もう、超撃はね、多分プラスじゃなくて MP に振るかな。MP50 入るんだよね。あ、猫ザエルだ。猫ザイルは最近第3形態にしたんですよ。ようやく。動画に言ったかな？多分言ってないですよね。ほう、そう、猫カンカンにしたんですよ。まあ、これはまあ、プラチナに振ろうかな。はっ！衝撃出てほしい。黒。衝撃。猫ロッカー。まあ、猫ロッカーはね。まあ、プラス値に振れば振るほど強いのでいいんですけど。いや、次、頼む！来い！どうだ？直撃！これは、ちょっと、いらんかな。猫アーチャーか。浮いてる敵に超ダメージだよね、確か。単体だったかな？わからん。はっ！ここら辺でせめて超撃レアが出てきてほしいんだが、猫バーベルー。一体目に出た。あんた第3形態にしたらなんかあの、デリバリーなんちゃらみたいなやつだよね。波動出したかな、確か。覚えてないな。はっ！
おいおい大丈夫か、そろそろ折り返しに来ちゃうって。渋い、なんか嫌な予感、嫌な予感。頼むよ頼むよ、超激レア出てきてくれ。来い超激レア来い、すべて持ってないやつ超激レア。うお、持ってないんじゃない。ガリレオ、あれガリレオってどんなやつだっけ。あのこういうね、進化前と進化とか全然違えからね。あー持ってるわ、アルマゲドンか、アルマゲドンのことか、クリリンのことかみたいになっちゃった。あーアルマゲドン、うーん MP かな申し訳ないけど MP かな。あー今のところ超激レアが2体、多分10回ぐらい引いたかな。 10連で超激レア2体。うーん寝転っか、ダブったよ。おい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 、あと3枚しかないぞ、頼むって頼むって。どうだ、く、なん、あ、猫人魚、ね、猫マーメイド、猫人魚か。猫人魚に関してはどんな性能かすらわからないおそらく使わない。あと2枚、頼む、この2枚の間に超激レア、せめて持ってないやつでも。うーわー名前わかんねえけど、あのなんだっけ、なんか敵の攻撃無効化するやつよね、たまに。猫またドール、こいつ結構使えるらしいんだよね勉強不足で。ああラスト1枚か、早いもんだな、ためんの本当に辛いのにね、本当にね。頼むよ来い来い。うーむ猫舞踏家、こいつも第三形態にしたんだよな。マジか、おいおいおい、14枚やったんだぞ。一瞬じゃないかなくなるの一瞬じゃないかなくなるの、マジですか。あとは10連ですよ、もうこの10連にかかってる。あんたたちが出るのを自分は信じてるからな、頼むよ、信じてるから出てくるの、頼む、いけ。どうだ、まずは一体、うおお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 、今のこのあのやったーっていう気持ちがなんかこのシュルシュルシュルってなくなっちゃう、このもうマジ嘘でしょ。いやまだ出るかもしんないから、2体連続黒キャラが出るかもしんないからね。いやーいやー汗が、冷や汗が。ダブルか、そこ黒キャラダブルか、猫フェンシング意外といいよ、激レア超激レア。あーなる、まあ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 、ジェンヌはね、ジェンヌはもうプラスチ積んだらもうほぼ超激レア級だから、来い超激レア。なるほど、猫バサミ、やばいやばい、まずい、これはまずい、非常にまずい、非常にまずい、うわ非常にまずい、これはまずいよ。いやあ、まずいまずいまずい。ちょっと、まずい、これは。超激レア超激レア超激レア、くっ流れがもうないな。まずい、この流れは。この流れはまずい。まずすぎる。まずすぎる、これはまずすぎる。今何回目だ、わかんねえ。何回目だ、わかんねえぞ。ほっ、くぅ。疲れちゃう。そうでしょ、マジザルターニアで全部飛んだ、運が全飛びした、運が、あーはっはっはっは、もう終わりじゃね、もう終わりじゃね、マジかよ。あーザルターニア、うわーマジか、ちょっと待ってよ、嘘でしょ、ちょいちょい、いやまあ、ザルターニャン、ザルターニャン、
被るか、そこ。あんた被るんですか、そこ。持ってんのよ。別のキャラが欲しいのよ。いやー、いやー、これはどうしよう。これはパワーアップさせるべき？いやー、でも、でも MP もゼロなんだよね。だから MP に回したいんだなー。でもなんか黒キャラを MP に回すってね。どう思います？いやー、まあちょっとこれは置いといて。まあ、どうしましょうかね。どのように処理するか。超激レアは一応3体当たりましたね。なんとも言えない結果だな。ダルターニャが出たのは嬉しいんだけど、嬉しいんだけどよ。でも持ってんだよね。5体いる中でその5分の1をさ、また引くかね。ちょっと待ってよ、どうしよう。まあ、まずは猫バサミ、うわ、猫バサミ3、あ、違う、猫バサミ3体か。でもね、こいつ猫バサミはね、妨害キャラなんよね。妨害キャラだからそんなにプラスに振る必要もないような気がしてくるんだよな。まあでも使ってるキャラだから、まあプラスには振るか。どうですかね、自分のちょっと、ここは結構ね、人によって違うと思うんですよね。なんかどんな感じに振るのか。なんかやっぱりね、無課金だとね、全部プラスに振ることもなんかできないんですよね。XP とか食べんのもしんどいし、猫アーチャーとかね、もう絶対使わないんだよね。もう絶対使わないんだよね。プラス10振ってるけど。まあでもレアキャラは大体プラスに振るんですよね、自分の場合は。でも、激レアが一番ね、悩ましいんですよ。激レアはね、MP、じゃあ XP にすると、50万かな ?50 万ぐらい入るんですよ。結構でかいんだよね。でも、だからといっても、やっぱり MP に振っておきたいし、プラスにも振っておきたい。猫スケートってどんなんだったっけな？なんか第3形態で結構ね、化けたようなキャラだったような気がするんだけどな。15なんよね、MP。15なんよ。少ないんよ。ちょっと、少なすぎません ?15 だよ、15。15はちょっと少ないよね。超激レアは、でも申し訳ないけど、MP ですね。50入るんよね。これは MP です。はい。いやー、ダルターニャが、ちょっと保留で。ダルターニャちょい保留で。猫フェンシングはね、MP かな。やっぱり MP だな。MP はこっからしか作れないからね。XP 結構自分持ってるから、うわ、猫スケートってどんなんだったっけな。プラスに一切振ってないわ。MP でいいや。MP にしまーす。MP にしまーす。はい、猫バーベル。これはね、悩ましい。超悩ましい。猫バーベルは第3形態にするとかなり化けるキャラなんだが、これは悩ましいところ。とても悩ましいところなんだけど、今 MP がもう枯渇中なんで、積極的に MP に振っていきたいということで MP です。お前だよ、お前。どうするんだ。別にプラス1振ったところであんまり変化があるとは思わない。別に第3形態とかもないし。第3形態にするためにレベル30にするのって150万ぐらい経験値使うんですよね。なので、その150万をこのプラス1で補うのは結構ありだなぁと思うんですけど、そうじゃないんだったらわざわざプラス1を振る必要があるのかっていうのがちょっと思うんですよね。だからわざわざプラス1を振るんだったら MP もないんで MP に振るかな。黒キャラを MP に振るってね、ちょっとそんなことする？いやでも持ってんだよね。 MP だな。 XP は論外。XP は論外。プラス値をわざわざ1振るのもなんかどうかなと思う。 MP だな。なんかやっちゃった気分、やってしまった気分で、まあレアキャラはブリキネコとか使う？ブリキネコ使う？絶対使わないと思うんだよね。ブリキネコとか絶対いらねえキャラ。もうコルナとかあったら絶対、あ、なん、浮いてるキャラメポってよく生き残る。でもいらないよな。ちょっといらなめなやつは MP に振ろうかな。
他に何がいる？ブリキネコはいらん。それ以外に使えるようなキャラ、使えるようなキャラは、まあ大体使うのかな。わかんねえ。わかんねえ。コッピングもいい。アーチャーだな、問題。いやー、お前もね、妨害キャラなんよ。しかも20プラス入ってんだよね。だから、MP かな。ちょっと MP 組だね、君は。MP でいいです。さあ、悩む。悩みどころ。さあ、どうする？お前だよ。お前を MP に振るのか、プラスに振るのか。こいつって第3形態ある？あるな。使うか。はい。自分はこんな感じで割り振ってます。かなり迷ってるんですけど。どうですかね？一応皆さんはどんな感じで割り振ってるんですか？結構ここはね、個人差が出ると思うんですよ。なんか某、やっぱりプラスチーに全部振るっていう人もいれば、やっぱりもうほぼ MP に振る人もいるのかな。 XP とかにも結構自分振ってたんですよね。XP はちょっともったいないような気がするんですけど、 XP ためのしんどいんだよね、経験値。自分今結構溜まってるんですけど、まあ単純に使ってないから溜まってるだけなんだけどね。はい。あ、終わろうかなと思ったんだが、福引きガチャが、そうだよね、これ25枚あるからね、これ引いて終わろうかな。10連。いやー、ダルターニャねー。いや、嬉しいよ。嬉しいんだけどさ、ダブルかな。ダブル？一発目に来てさ、ちょっと。ダブルかな。ちょっとショックなんだよね。でもやっぱりね、黒ダルとか持ってない人からしたらね、うわーってね、思ってる人もいると思うんですけど、やっぱりなんかね、当てちゃったらね、ダブルと、ちょっとなんか、萎えるよね。ちょっと、なんか、あはってなるよね。嬉しいけど、あーってなる。はい。まあ、チビキャラはもちろん全部プラスですよ。はい、お疲れさん。はい。では、今回は、これぐらいで終わろうかなと思うんですが、今回のガチャ、いかがだったでしょうか？いやー、結果としてはね、なんか嬉しかったんですけど悲しかったっていう、このうーんっていうか、複雑な気持ちになるような結果でしたね。ダルターニャはありがたいけど被ったんだなーっていう、ここのモヤモヤがね、いやー、ちょっと悔しいですね。はい。では今回はこれぐらいで終わろうと思うんですが、自分はですね、にゃんこ大戦争以外にも今はフォートナイト、あとはポケモンの動画をチラッと上げているので、そちらもよかったら見てみてください。他にもね、にゃんこ大戦争でも他の動画もたくさん上げているので、よければそちらもご覧ください。はい、ではご視聴ありがとうございました。